慶應義塾大学の環境情報学部の上原と申します。よろしくお願いいたします。今日は、KOSFC における遠隔授業とアンケート調査結果ということで、2つの話題について、お話をさせていただきたいと思います。まず1つ目が、COVID-19 への SFC の対応についてでございます。こちらにですね、年表というか、周表のようなものを載せさせていただいておりますが、私どものキャンパスでは、大体、入試が終わって、2月末から3月ぐらいからですかね、そろそろ、まずいんじゃないかというようなことになってきまして、まずはガイダンスを、キャンパスでやらない前提で、どうしましょうっていうところから始まりまして、3月半ばぐらいにはオンライン授業の検討が始まっております。で、その後ですね、これは、できるだけ多くの、先生方にオンラインで授業していただき、いただかなければいけないんではないかというようなことで、教員向けの講習会というのを3月23日から、開始をしておりまして、で、さらに、4月の、に入りましたら、学生向けの講習会というようなことをやり、4月30日から授業といった、スケジュールで進んでまいりました。その間、こちらのシンポジウムもですね、私、毎回実は参加させていただいておりまして、非常に有益な情報をご提供いただけてありがたかったなというふうに思っております。で、3月の、半ばの時点でですね、実は、まだすべてオンラインでやるっていうことにはなっていなかったんですが、その時に、教員向けにですね、可能であれば遠隔中継による、授業を推奨しますというような、アナウンスが流れました。で、そこから、キャンパスの中で、教員中心にですね、いろんな議論がございまして、そもそも教室からの配信はむしろ難しいとかですね、リスクを避けるべきではなくて、リスクがあればそれをフォローするような体制を作って、ぜひオンラインでやっていくべきですとか、そういった議論がされて、最終的には、基本的な支援体制は敷いた上で、やり方は教員の裁量に任せるという、ちょっと SFC っぽい形で授業を行うことになりました。で、最低限の、支援はするということですので、窓口を、設置をいたしまして、いろんな、不安を取り除けるように、講習会、あるいは支援サイトとかですね、こういったものを作ってまいりました。こちらに示しますのが、私どもの方で、作っております授業サポートページでございます。で、オンライン授業に関する問い合わせというのがですね、窓口の方にはこういった形で、ありまして、最近は随分減ってきてですね、落ち着いてきているのかなというふうに思っているところです。で、実際に、そうやって準備をしてきた中で、SFC ではどのようなオンライン授業が行われているのかということなんですが、ほとんどの授業で実はライブのオンライン授業というのが行われています。データダイエットとかですね、通信容量ダイエットとか、そういったものが叫ばれている中で、ライブっていうのはどうなのかっていうのもちょっとあるんですけれど、カメラをオフにするですとか、そういった努力をしながらライブのオンライン授業というのを続けております。で、一部、オンデマンドの授業というものも行われているという状況です。で、教員がそれぞれに工夫をして、より良いオンラインでの学びができるようにということで、いろんなツールを使ってですね、学生にとっては、授業によってスタイルが変わってくるので大変ではあるんですけれど、そういった形での、授業を進めているということでございます。で、一つちょっと特徴的なものをご紹介しますとですね、うちのキャンパスでは、体育の授業というのがあるんですが、そもそも体育の授業って遠隔でどうやるんだっていうようなことになりまして、うちの、情報系の教員と体育の教員が相談をいたしまして、SFC の、専用のですね、体育のアプリケーションというのを作って、教員が出した課題に対して、学生が自分で、運動をして、そのレポートを、センサーデータとともに投稿するとかですね、そういった形での、オンライン授業と、体育の授業というようなことも行われております。で、こういった形で、授業は進んでいるんですが、アンケートを取りましたので、その結果というのを少しご紹介させていただきたいと思います。アンケートは、授業が始まりまして、2週目から3週目にかけてですね、教員向けと、学生向けで行っております。教員の回収率が大体32%、学生はちょっと少なくて8%しか取れていないんですが、こういった形で行っております。で、時間もないので、エグゼクティブサマリーという形で、
サマライズをまずしておきますと、オンライン授業に対して、教員より、学生の方が好意的に受け止めているなというのが一つあります。あと、オンライン授業に向いている授業と向いてない授業があって、大規模な授業ほど、オンラインに向いていると。で、さらにですね、SFC においてはほとんどの科目が、ライブのオンライン授業を行っており、加えてオンデマンドの授業だとか資料提供というようなものも行っていると。あと、学生と教員間の意思疎通というのを、不安視しているという意見が、教員、学生両方から多かったんですが、一方で、チャットを使うことで普段のコミュニケーションより、コミュニケーションが活発になっているっていう意見もですね、結構ありまして、どちらがいいのかなというところで少し悩んでいるところではございます。あと、教員、学生ともにですね、学生の通信環境がやっぱり、ちょっと不安だというようなことでございます。あと、学生は友人とのコミュニケーションになかなか苦慮しているというようなところが、見て取れました。で、教員の半数、学生の約7割が平常時のオンライン授業の継続というのを希望しているというところでございます。これがオンライン授業の感想というところで、右側が肯定的、左側が否定的というところではございますが、真ん中で線を引くと大体このような差が出ているということです。で、スタイルとしては117名のうちのこれぐらいがライブの授業をやっているということですので、かなりの数、ライブの授業を行っているというのがここから見て取れるかと思います。ツールとしましては、講習会で WebEx トレーニングをかなりやったこともありまして、WebEx トレーニングを使っている、教員が非常に多いんですけれど、最近はちょっと Zoom に移ってきているところもあるのかなというふうには思っております。で、これがやっぱり困っているところで、学生の通信環境というのが非常に強く出ているといったところと、あとこちら学生なんですけれど、学生も、通信環境に不安を持っているっていうところと、あと友達とのコミュニケーションに、不安を持っているというようなことが見えております。これが、その他のものですね。で、良い点としてはキャンパスへの移動がなくなったというのが、学生、教員ともにですね、出ております。で、オンラインの授業のいい点はっていうことで学生に聞いたところ、こういった結果でございます。で、どんな授業が良いと感じたかということで、技術にちょっと、惑わされてるところもあるんですけれど、いろんな授業で、いい点、悪い点というのがあるんだなっていうことが、学生の、アンケートから見て取れています。で、一応大きな大規模の、授業ほど、オンラインに向いているということでございます。はい。で、平常時のオンライン授業なんですが、学生の7割ぐらいが継続してほしいということなんですけれど、ちょっとまとめの方に行かせていただきますと、やはり否応なくですね、オンライン授業を教員、学生が体験したということで、その可能性をすべての、学生と教員が知ることになったということで、後戻りできなくなったというのは非常に大きいなというふうに思っておりまして、今後、大学設置基準を満たす範囲で、収束後の、学びにどうつなげていくかというのが、これからの課題だなというふうに思っております。以上でございます。